はいどうも猫を5人飼ってる猫4パパです先日からしつけのために猫を叱った方がいいという話をしてきました特に自分に危害を加えてくることに対しては本当に厳しくしつけをした方がいいと僕は思いますですが特に子猫の時期やオス猫は興奮しててて飼いい主をを噛んできたりりっかいて傷をつけてくることもありますそうした時は前回の動画でもお話をしたようにちゃんと首猫をつかむ怒鳴る もしくは顔をひっつけてうなるなどの対応が必要になってきますでもこれをすると猫に一時的に嫌われてしまいまいす猫によっては数日間ぐらい怯えることもあるかもしれませんコメント欄でそれが辛いとおっしゃっている方がいたので今回はこの怒った後の対処についてお話をさせていただきます猫はは怖いいこことととや嫌なことはずっと記憶している動物ですですから怒ってしまうとこの人は怖いと記憶してしまいます 怖がりな子になると近くにいるだけでも怯えるかもしれませんうちの場合はトロちゃんがそういう猫でしてママをひっかいてパパにめちゃくちゃ怒られた時は本当に怯えてしばらく近寄ってくれませんでしただからその後はトロが怖がってもわざと高い声でトロちゃんと言いながら追いかけて少しだけ撫でてもみくちゃにするそれでも怖がってるならもうその場を去るということを繰り返して徐々に距離を近づけていきました 怒られた後に近寄るのは一時的には猫にも怖がられるんですけど何度も何度も繰り返すと猫も「あのおっさん実は可愛がってくれてるんじゃないのか?」と気づいてくれますパパは甘やかかす時は裏声で話しかけるようにしていますよく気持ち悪い声で「トロシャーチュシャーなどと言ってるのは「今はパパ怒ってないよ」と猫たちにアピールするためですパパのの声はももとと低いので 猫は低い声を怖がりますだから普段猫を呼ぶ時は基本裏声や高い声で呼んで怒っている時との差をはっきりさせますそうして分かりやすく甘やかすことで猫はああの時はいけないことをしたから怒っただけで今は怒ってないんだなといつか気づいてくれるようになりますこのようにパパは分かりやすく甘やかしているのでみんなパパが裏声で追いかけると喜んでくれるようになっていきます ハムですら撫でてくれると分かっているのでパパが追いかけるとちょっと逃げるんですけどその先で撫でられ待ちをしてますしチロも喜んで待ってくれますしマロなんかはね尻尾を上にピーンって立ち上げてプルプルプルっても喜んでるポーズで待ってくれますしモモやトロはねもうその場で倒れて撫でられ待ちをしてくれますよく逃げてる猫を追いかけて撫でようとするのは良くないっていう話も聞くんですけどそれはおそらく野良猫やよそで飼われてる猫ちゃんの場合です 自分の家の猫はある程度追いかけてあげる方が喜ぶとパパは思ってます実際それで我が家の猫たちはみんな喜んでるのでトロは特に最初は警戒心が強くてパパのことも苦手であまり近寄らなかったんですけどしつけをしつつ甘やかすことで警戒心が徐々に溶けてパパに甘えるようになるところも動画にしていますのでぜひチェックしてみてください一度思いっきり怒って怖がった猫も分かりやすく甘やかすことでまた元に戻っていきます そして忘れた頃にまた怒られるようなことをする場合もありますその時はまた思いっきり叱りましょうそしてまた叱った後は思いっきり甘やかして撫でてあげてくださいそのあたりになると猫もあこうして悪いことをしなければ怒られないんだなと気づいてくれます徐々に怒られることに気づいてくると猫は悪いことはこっそりやるようになりますこっそりやるようなこと例えば服を噛んで破く その場合は服を片付ければいいですし鍋を舐めようとするなら鍋を片付ければいいだけの話です電子機器のケーブルを噛む場合は部屋に鍵をかけて猫を締め出してしまえばいいだけですでも人間を噛むひっかくなどの場合はやめるまで思いっきり叱った方がいいでしょうマロなんか悪いことをするときは弱そうな鳴き声を上げながらやりますパパ的にはごめんごめんやらしてごめんって言いながら悪いことをしている感じに見えますね 絶対悪いことだとだ分かってやっててやます、ねマロはね、白マロは悪いことも分かっててやってきますが悪いと分かってやってくることはそんなに悪いことではないので「こらダメでしょ」っていうぐらいで本人の体を持って移動させれば「にゃーん」っていうぐらいですぐやめてくれるのでここは全然怒ったりはしないですね猫猫を怒るるのは気が引けまますすししに嫌われると悲しくなりますでもそれも人間の勝手な都合ではあるんです。 家の中でも猫にとって害のあるものはたくさんあります。電子機器の強度を噛んでしまっても感電しちゃえばね、もしかしたら命に関わる可能性もあります。そういう危ないことから遠ざけるためにも適度に起こることは絶対に必要です。起これば起こるほど猫に嫌われる可能性は高まります。でも怒ってないときにたくさん愛してあげれば猫は絶対分かってくれます。またあまりにも起こりすぎても猫のストレスになるのでちゃんと怒ったら小1時間空けてから。 たくくささん可愛がっててあげてくださいうちの猫たちはもう完全にそのメリハリは理解していますだからパパは猫への叱り役を担っていても猫に好いてもらえてます自分で言うのもなんですが全員に均等に好かれているのは自分だと勝手に自負しております 今回も最後まで見てくださった皆さんありがとうございました。他にも疑問に思うことや質問などございましたら動画にして答えていきたいと思っておりますので、よかったらコメント欄に遠慮せずどしどし書いてくださるとパパが喜びます。この動画をいいと思ってくださったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でまたねー。